です。どうも、お疲れです。お疲れ様です。まあ俺らはな、ついに10月この時期ですよ。今日あったかいですけど。そうですね。松茸。はい。ちょ見てこの景色やばない。もうクソやばいですね。ちょ見て。ちゃん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 。この景色を。まあここ持って。な。みーちゃん。こうしょ。こいつはラフティングの俺の後輩やな。はい。まあラフティング来たらおる、こいつも取れるか分からへんけど、まあ、ちょっと取りづらいから今年ほんまに取れるか分からへんけど、まあとりあえず回してみて、とりあえずそやな、今からパッと取りに行こうか。で、初めに言っとくけど、松茸はあの完全個人私有地じゃないとこの時期に入るだけで100万円ぐらいの罰金取られるから、あのほんまに山持ってない人、このなんか松茸取りに行きたいわとかいうノリで山入ったら大変なことないから、俺はちゃんと権利を2ヶ月間9月15日から11月15日の狩猟期間以外の2ヶ月間をちゃんとお金払って借りて今こういう風に撮影してるから、まあそういうことだけ思っといてください。じゃあ撮っていきましょう。はい、行きましょう行きましょう行きましょう。あ、危ない危ない。やばい、通れへんよ。え、無理やん。あ、でもなんかその奥道あります。獣道。バケモンやって。えぐいなぁ、すごいこれは。あぁ頑張ってもいいんじゃない。うん。ここや、ここからは、まああの、各自あの、波に沿って1列上とか2列上とかで探してください。で、あるのは大概こういう木のこういうところだけ顔がポコって出てたり、生えてて傘よりも足がほんまにもうめちゃめちゃ対応してなかったら、こんなんとかやったらもう絶対違う。松茸ってのは太くてこんな感じ、傘が始め、まあ、ほんま P ワードで言うとマジでチンコ。なるほど、うん、およし、探そう。はい、探していきましょう。だから似てるやつあったら写真送りますわ。うん、松茸は大概一本去年出たところに同じとこばっかり出てくるよね。そうだから、まあ、この辺も一本出てたりとかしてるし、全然ある可能性ある。同じシーズンに同じとこから2本入るとかも全然楽勝である。ちょ、こう見えても俺9歳くらいからずっと松茸取りに続けてる男なんよね。おじいがそういう山関係の漁師で、まあ、そっからまあイノシシさばったり鹿さばいたりするのを教えてもらったりとかもしててんけど、まあそう、山はめっちゃ詳しい。よっしゃ、俺ちょっと上上がるわ。こうや、お前もカメラ適当に独り言言いながら撮っといてよ。はい。はい、カメラマン、カメラです。いや、見つかる気しやん。まず、都会育ちの大阪生まれの僕からしたら、松茸なんかどこにあるのか全然わからないですね。わからん。まあ、このネットの中からは生えてる可能性が結構高くて、なんでこのネットしてるかって言ったら、まあ、イノシシとかシカに食べられへんようにするためなんよ。だから守りたい松茸が生えてやすいゾーンとかはもうだんだん分かってくるから、それを見てこうやってネット張ってそのままやるということです。はい、じゃあ入っていきましょう。ここどうある？細っ。高所さん、早く見つけてくださいよ。いやもう、むずいわ、ほんまに。いつ、これほんまマジいつ見つかるか分からへんから、めちゃくちゃいい匂いする。え？え？あ、今日キノコの匂いするかも。いや、しやんか。え？どこっすか？今、うん、松茸映してる。どこ？俺見つけた松茸。マジで全然わからへん。松茸見つけた。こっち来てみ。
交渉あったぞー。あーあったあったあれでしょ、違う木かあれ交渉あったぞー。わーどこ全然分からへん。ほらほらほら、え、どれ、まあ、ようよう見てみ。え、あれじゃないですか、指さすよ。違う、あれちゃうのか。え、こんなんめちゃくちゃ分かりやすい。いっぱい木生えてるところかな。うん、ここからもう楽勝で見えてるよ。これ映ってんな、そこで映ってる。え、はい、あっちっすか、地面の方。え、あれ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 、何あれっすか、あの焦げ茶色のやつ。はいはい、指出して、指出して。え、あれあれあれ、踏むな、この辺踏むな、危な、この辺マジで踏むな、いつあるかもしれんから。え、え、これじゃないですか。そう、これこれ松茸でれー、踏むなよ、この辺マジで。はいはいはい、あ、そんなでかい。おー、結構割れてるな、これ。おー、2本生えてる。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ここ、ここ、ここそういう生え方や、めっちゃ太いやん。あ、ここ、ごめん、ごめん、ごめん、めっちゃ太いキノコ探したやん。ゆっくり探せよ、ここからは。で、取るときは取る方法があるから、それもまた説明しながら見よう。なるほど。じゃあ、ってことで松茸見つけましたね。かわいい松茸やで、これ。で、取り方やねんけど、松茸って地面から勝手に生えてるわけじゃなくて、いろんな木の根っこに松茸菌が寄生して、そっから松茸が生えるんよ。だからどの根っこか分からへんねん。で、これ言い方を変えれば、これが生えてる根っこを辿っていけばもう一本生えてる可能性もある。だからこの下を今から掘んねんか。まず松茸の根っこ、これ結構奥深いのもあるねん。ほら、まあ今見てるサイズこんなんやけど、まだまだ下あんのよ、ほら。うん、まや、あれやろ。で、木の根っこ見つけんねん、まずな、これ。これ、これな、ほら、すげえ、これで、だんだんこれをグラグラするようになってくるから、ちょっとこっち倒してな。とりあえず松茸をできるだけ傷つけへんように、根っこがこうやって噛んでたら、それをきれいにナタとかで取っていく。で、これが緩んだら、ほら、きた、この根っこが邪魔してたんや。でかっ、めっちゃでかないですか、それ。でっかっ、むっちゃでかい。これが松茸。でかい、え、でかい方なんすか。まあまあ普通サイズやな。これが松茸なんすか。これが松茸。へえ。この匂いもうガンガンしとったで。だって俺見つける前から匂いしてるってずっと言ってたやんか。言ってたっす、言ってたっす。ここ来てから言ってたっす。これが松茸なの。そう、この匂いを探すの。もう講師はあいつもう悔しくてずっと探してあいつ、あいつかわいい、ずっと探してほんまにまだこれ取れただけでもほんま一本だけでもすごいから、俺の山そんな高くないし、山じゃないからよかったっすわ。やめ、あ、お疲れ様です。もう校舎疲れてるからさ。校舎さんどうでした。もう負けましたシンプルに。いや、だからムズにやって、負けたとかじゃなくてもほんまに難しいんよ、松茸って。結構いい松茸よ、最高の松茸よね、これ。こんなんの取れる思わへんかったもん、ほんまに。うん、やし、まあそれぐらい松茸難しいもんやし、初め行くときはまあ山ってすげえ危険やから、何があるか分からへんし、まあ普通に自分らだけで行くのはやめた方がいい。もう山慣れしてる人とか、まあ、最近やったらそういうツアーとかもあるしな、そういうのとか一回参加してみたら面白いかもしれん。というわけで今日の YouTube は、松茸取りということで終わらせていただきます。お疲れ様でした。お疲れでした。お疲れです。お疲れです。一番何もしてんけど何も届いてない一番生きってるやんけ山気持ちいい。